お疲れちゃんです、ラートです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのスケラデッキね使っていきたいなと思います。というわけでスケラなのにヒースピーが入ってる、まあ、ちょっと変わった、まあ、デッキというか、まあ、最近これがすごいトレンドというか流行ってるので、まあ紹介するんですけど、まあ、言っちゃえばスケドラのためだけのヒースピーみたいなもんですよね。であとまあマスケか、そう、まあ、最近ヒースピー、まあ、どんなデッキにでも入ってるんですけど、今回スケラにまで入っちゃいましたね。なんだろうね、まあ何にでも1コスで合うんですけど、まあスケの枠がこう変わったって感じですね。ヒースピに、うわすげえ、ちょっと待って、これすごくないですか。喜びを感じてるんだけど、えちょっと待って、最近これ毎日言ってる気がするな。最近動画中にまあ軽い保冷を受ける率が高いんですよ。多分2日連続保冷すごいされてて、で今日で3日連続ですね。はい、非常にね保冷が多くてちょっと嬉しいんですけども、僕としてはちょっとネタになるんでね。さあというわけで、ちょっとピンチです。タルババで内側に移ってヒースピで緊急とします。あ、緊急とできねえかな、これこっちで。おい、来た。はい、よし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 。さあこれはハートスタンプでもね。いやちょっと待って、すげえな、ちょっと待って、楽しくなってきた。くるるー、楽しいな。しかも僕動画撮るときと、まあ、ちょこっとぐらいしかマルチあんま回してないんですけど、それでこの煽られる率ですからね、高いですよね。縦の戦士さ、メガナイト、インドラですね、ラバか、なんかラバっぽい感じ。あ、でもメガナイトだ、全然違う、メガナイトバルーンか、そんな感じがしますね。8枚目がないと踏む。よいしょ。で、これちょっとマスケ延命しないといけないですね。で、まあユニット延命、そしてカード回し用の、まあ、ヒルスピですね。いや、本当にヒルスピいるのって感じじゃないですか。まあ、言っちゃえばスケラとは組み合わされない。ですけど、まあ、あれですよね。よいしょ。マスケを延命、モスケドラ延命だけの、みたいな感じですよね。さあ。ウィザードがいるん、ちょっと厄介っていうか、ウィザードって感じですね。さあ、縦の戦士。で、あ、やっぱバルーンだったか。これ雪玉がないので、一発か二発入っちゃうんですけど、一発か。一発だけなら、右の馬場が入ってますね。いい感じに。で、こう、スケラ打ちつつ、まあ、防衛もしたいんですけど、やっぱ攻めこそがね、最大の防御というような感じの言葉もあるので、攻めてあげてね。残り30秒後にはね、盛大な惚れをかましたいとね、思いますので、残り30秒耐えたいと思います。で、今んとこ相手大きな、なんだろう、スペル、ファイボとかがないので、イモれるといいなと思うのですが、うわぁ、ウィー、取れねえか。でも、ババコ屋が、ババコ屋ババコ屋、家が2軒あるんでね、僕は。よし、さあ、まあ最後に、グッドゲームと。丁寧に行きましょうか。ふう、いやすげえな、3日連続だこれ。ちょっと楽しみになっていますね。明日の動画も保冷されるともう連続になるっすよね。当たり前みたいになっちゃうのかな。いやすごいな、なんか本当にやばくないですか。結構すごいっすね。だってあんまなかったっすけどね、ちょっと前とかまで。うん、急にここ最近ですね、急に。はい、動画内での、ホレイ連打される率がすごい上がりましたね。まあ、楽しんでいいんですけどね。マジで。さあ、今回、スパーキーですね。で、スパーキーは、このデッキ受けがきついんですけど、唯一スパーキーに受けが強いカードがあって、まあ、それがスケラですね。なので、スケラで受けます、基本的には。で、スケラが殴るあたりぐらいで、マスケも出しつつ、オッケー。さあ、さあ。まあ、こんな感じですね。まあ、こうなると、僕の攻めが通んないじゃんってなるんですけど、まあ、通す必要はないですね。スケラー、最後にスケラー打ったら若干入って、で、ポイズン打てばまあダメージも入るので、一番最後に攻めスケラー打てたらいいなぐらいで、初めの4分ぐらいはずっとババコアと、防衛スケラーですね。で、守っとくだけで、勝てるっていうのが、スケラーデッキのまあ強みですよね。まあ、前半はなので、スケラ打ってカウンター来るっていうのだけは避けたいっていうところですね。
さあ、いや、なんかスタンプ押されないと寂しく感じちゃいますね。よくないぞ、この変な感情ね。さあ、で、ヒースピもあったので、棒っぽいしたところで無意味って感じですね。さあ、マスケが打ち抜かれることだけは避けたいですね、スパーキーに。なので、まあ、樽ぐらいも転がしてね。さあ、オッケー。ダメージはそんな通せないですね。まあ、なんですけど、ダメージ受けてないので、オッケー。てか、なんなら、ダメージが、惜しいですね。ダメージ勝てそうですね。よいしょ。このヒースピで、逆転できますよと。で、スパーキーの同彩にバボコが出すと溜まっちゃうんで、さっきみたいに相手がスパーキー出してくれるといいんですけど、基本的に逆に出したいですね。で、これはポイズン打っちゃいます。マスケなんでね。よいしょ。で、OK。来たら逆サイですね。同サイ出すと溜まっちゃうだけなんで。で、逆サイ出すと、ババの対応にユニット咲かせたりも、できますし、結構いい感じに、ね、なりますと。というところで、ここはまあ低めマスケから入って、これもまたスケル受けですね。で、ヤナアメザップとかがあったと思うんで、相手のスケラもちょっと厄介ですね。右側の方に出しつつ、よいしょ。いい感じね。で、これはさすがにマスケいるんで、棒ポイしていい気がしますね。オッケー。ナイス。で、耐えて、耐えることが大事。最後にスケラポイズン打てばもう僕の勝ちっていうね、戦い方でいきましょう。なので、スケラ防衛をしないと、まあ負けちゃうよねっていうところで、で、これまたジャイ釣りですね。まあ、一生同じ景色。あ、これだってもうババが入りますからね。僕としてはそれだけで美味しい。これナイトで受けたいんですけど、もしナイトで受けるっていう楽した時に、よいしょ。ミニペツイカとか来ちゃうんでね。ここはいいかな。あ、やべえ、このタレ下手。ちょっと待って。やべえ。待って、楽しようとして、やべえ。オッケー、まあ。一発。あ、お前そっち打つな。やばい。ちょっとやばい。ペースが変わった。今の若干楽しようとしたか。まあ。耐えましょう。スケラ防衛しとけば相手の攻めは入んないですね。で、スケラ防衛した時に、スパーキーとユニットが溜まっちゃうんで、そこをまあ、棒ポイだったり、しっかり対応できればいいかなと思います。さあ。スケラ防衛して、で、ヒルスピが来るかな？後から来んのかな？とりあえず棒ポイ貼ります。オッケー。で、まだババがいるっすね。ババが残ってる。で、ヒルスピ？うわー、いい。あ、めっちゃいい防衛。オッケー。で、今もうダメージ勝ってるんで、なんならこの辺からスケル打っていきたいですね。もう一回待っていいか。次、守ったら、もう攻めスケル打って勝ちが理想ですね。さあ、ここ耐えれるかな？もう地獄。耐えたら勝ち。耐えれなければ負け。まだ今んとこ耐えれてるので、耐えれると思うんですけど。ヒースピで回復される。たまたま事故らなければね。あ、このナイトいらなかったかな。まあ。よいしょ。そう。やべ、相手端前から攻めてくる。ババコアで耐える。ちょっとやべ。待って。やべ。チンパン。おい。残り29秒か。これスケラ打っちゃいます。打っちゃうと相手のスパーキーが止まるので。で、スケダラ来たらポイズン。来ない。ポイズン打って。タイブレイク。やばい。こさっとやばい。いや、ババコアで耐える。スパーキーが入らなければ勝ち。あぶねー！グッドゲーム！やべー、本当に見ててクソつまんない試合だったかもしれないんですけど、マジで大事です、これ。スパーキーデッキじゃねえな。このスケラデッキって、基本的にどの方も結構スパーキーっていうか、課題作られたらきついんですよね。そう、それはユニットだけで守ろうとしてるんで、こう、守れず、ヒースピで回復されて、まあ、負けるっていうのが、まあ、言っちゃ定番なんですよ。なので、今みたいに本当に勝ちたいなら、丁寧にスケラ防衛をしていくと、最後に、まあ、勝ち切れるよというのが、まあ、勝ち方ですね。必勝法みたいなもんですね。まあ、なので、相手がスパーキーの時には、もう前半スケラ打ったら負けぐらいの感覚で、やってもいいと思います。さあ、今回相手は、プリンなので、コカッちゃんっぽいですね。さあ、タル、いい感じに当てましょう。で、ババコア出さなければ、結構回転が早いので、相手のコカツにもついていけると思うんですけど、まあ、出すか悩むな。一回待ってもいい気がするな。まあ、最悪、スケドラとかマスクでね、受けつつでもいいかな。で、ギャング使ったんで、ここ、スケラ打っちゃってもいい気がするんだけど、どう思いますかね？やっちゃいます。
打つだけ打って、まあ、ウッドとかいろいろで簡単に防されると思うんですけど、まあ、それはそれで、そうされたらされたらいいかなという感じでね。さあ、で、これ高松で、あのプリンとナイト両方処理したい。オーケー、ナイス。これは、スケドラで、オーケー、ナイス。いい M ですね、スケドラ。まあ、ステイかな。前半まあ攻めすぎには気をつけたいのと、まあ、ギャング持ってる時にスケル打ったら絶対ポイズン打たないと防衛されちゃうんで、そこは気をつけたいですね。よいしょ。さあそろそろ小屋置こうかな。樽もあるので逆サイなんか攻められても耐えれるかなという感じで樽を、ババコ屋ね、ババコ屋置きます。でポイズンな、攻めポイスケラポイズン打てればまあ僕の攻めは絶対通るので、よいしょ。で、あのプリンは多分、いずれ、ババがやってくれます、いずれ。これ内側ですね。しっかり見極め大事。で、たまになんかね、こう、どう見極めるのみたいな、よくあるんですけど、なんかやってれば、すげえ答えられてないんですけど、質問に。やってればいつかはわかります。本当に、雑な回答すぎるな。いやー、これ、まあ、ババクエロケ打たれたら打たれたでいいかな。ギャング咲いたんで、ここスケル打ちたいっすね。よいしょ。あいつが、テスラティーヤちゃんが、テスラティーヤちゃんが邪魔ですね。で、これなんなら左にスケラーポイズンでもいい気がしますね。左永遠プリン展開してるんで、よいしょ。で、こうして内側ですね。すると逆サイの馬場も、まあ、攻めが通りやすくなりますよ、という感じでね。さあ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 。いや、マスキーいいぞ、マスキーいいぞ。で、まあ、ここは置いときましょうか。で、バレル飛んできたら、まあ、マスケかスケドラで受けますね。スケドラかな。で、内側ですね。これ、ワンチャン完封できる。うー、いて。で、テスラもあるので、ちょっとポイズン打っちゃおうかな。よくねえかな。これ、したらロケ削りワンチャンされますね。ポイズンないときに、ポイズン打った後にロケ削り、基本的に相手は狙ってるって感じですね。その瞬間にスケラー打たれたままギャングで防衛できるから、っていう風な感じで。さあこれは定位置、ああじゃあね、横だった、全然見極められてない、よくないですね、よくね。いて、相手のプリンが、プリンちゃんがいやらしいですね。あ、これでもヒースピでなんか回復していい感じにできそう。さあ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 。でこれもスケラ打ったら相手ロケですね。ワンチャン無視して攻めポイします。これダメージ受けちゃうんですけど、その分結構形がきつい気がしたんですけど、うわー、テスラが、家がめっちゃ立ってやがる。そう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 。で、タルババ内側、端前プリンもありますね、可能性としては。相手のプリンが溜まっちゃうのが良くないっすね、マジで。で僕としてはこれ右側っすね。で、左側来ますね、バレルが。ヒースピで回して、オッケー。ウッドサク、タルババ。右外ですね。絶対ずらしてきますね。これ気をつけないといけないですね。で、ユニット残ってるんで、ギャンギャンいきます。いけいけどんどん。で、ギャング、ああ、全然違う。で、ヒースピを添えてあげることによって、カードの回転速くして、タルババ回る。で、端前プリン警戒。OK、ナイス！グッドゲーム。ヒースピのおかげですね。ヒースピのおかげで、まあ、スケでもいいんですけど、別に。回転がね、ちょっと速くなってるんで、まあ、それによってなんとかね、枯渇に戦えるというようなところですね。まあ、スケドラもね、相手からしたらきついと。まあ、いうところで、今日ババコヤスケラね、マジで今これ結構強いですね。弱点ほんま少ないレベルだと思います。というわけで、ぜひね、使ってみてください。まあ、明日もね、多分動画あげるんですけど、明日もちょっとホレイ君来たら嬉しいなと。まあ、いうところでね、今日おります。よければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。